一応嘘だけど。ちょ、うちら？あ、いや、そんなルールぶつかる勇気がない人の言い訳かなって。あ、大丈夫？あ、はい、全然。見てらんなくて。君、名前は？篠原エリカ。はい。あ、うん、七組の木村くん、ものすごく感じのいい人だったな。嫌味がないし、かっこいいし。そうですか。やっぱり私は恋愛がしたい。ん？私のことを心配してわざわざ？あ、私、京也くん？なんで？と見せかけて、忘れてるのはあんたの方よ。本当の彼氏ができれば、あんたなんかお払い箱よ。木村くん！だよ。ふわふわした気持ちいらなかった。うん。ありがとう。この間の人、篠原さんの彼氏で。